A のレイノは、フィンランドの詩人、ジャーナリスト。フィンランドの詩人の先駆者として知られている。レイノが書いた詩は現代と、フィンランド民族の要素を兼ね備え、その作風はカレワラなどの民謡に似ている。レイノの作品は主に自然、愛、そして絶望がテーマであり、現代のフィンランドでも広く読まれている。十人兄弟の末男として、パルタモで生まれた。 生まれた時の名前は、アルマスエナル、レオポルド・ロンボホムだった。レイノの父の旧姓はムストネンだったが、出世のために姓をロンボホムに変更していた。A ノレイノの兄・カシミル・レイノは、詩人、評論家、演出家であり、二人は1898年に文学雑誌を創刊した。レーノは12歳に、初めて詩の作品を発表、18歳には、 シ,シュー・マーリスクーンラウルヤを発表した。レイノの両親は、彼の学生時代に死去したレイノはまずカヤーに、続いて、オールとハメンリンナの学校に行き、親戚の家に寄宿した。レイノは、ハメンリンナ学院を卒業した後、帝国アレクサンテリ大学に進学した。レノは、作家生涯の早期には、多くの批評家に賞賛されていた。彼は、文学会や、新聞会に入り、 若いフィンランド人の社交会に入った。レイノの友達には画家のペッカハロネンと翻訳家のオットマンニネンがいる。フィンランド内戦の結果、レイノの民族統一という理想主義的な理念が崩れたため、彼のジャーナリストと論客としての影響力が弱まった。1918年には政府の作家として年金を得た。レイノは多産だったが家計が厳しく、 また健康も悪化した。彼は1925年にベルテル・グリペンベルグ宛てに書いた手紙で人生は永遠な力との向上な戦いであると書いた。例のは詩や物語を70冊以上出版した。そのうち最も有名なのが1903年と1916年に出版したヘルカビルシアであり、例のは作中にフィンランド神話や民話を多用した。 死のほか、レーノは、新聞で、演劇や文化について書き、ユーハン・ルードビー・グルーネベリや、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの作品を翻訳した。レーノは、ダンテ・アリギエリの新曲を初めて、フィンランド語に翻訳した、フィンランド人である。レーノは3度結婚しており、一人娘のヘルカを設けた。1926年、47歳で死去した。 レーノについて最も詳しく記述した伝記は1930年代に同僚愛人のエル・オネルバによって書かれた伝記である。オネルバは伝記で自身の生涯についても書いた。レーノはフィンランド文学における民族ロマン主義を初めて形作った最も重要な人物と考えられている。実際、レーノは作曲家のジャンシベリウス。 画家のアクセリガレンカルイラ、建築家のエリエル・サーリネンなどは会、フィンランド人の作品の特徴を述べるとき、民族ネオロマン主義という語を造語していた。例のの35年間にわたる作家生涯の中、その作風を発展させた。1903年のヘルカビルシアなど、早期の作品では、フィンランドの民族女子史、カレワラの影響が見られた。中期には、 西方文学の名著をフィンランド語に翻訳したほか、自身の作品も、詩、戯曲、エッセイ、レビューなど、多種多様で、作品に現れた感情も深い愛情、遠征感、辛辣な批判など多岐にわたった。晩年には、私生活で苦労したほか、作風が若い頃の民族ロマン主義に帰った。ありがとうございます。